縫い代がありません。この線を使って飛び道具のウエストの詰め方によりの布をここに剥ぎ足して出します。皆さんこんにちは、サルト銀座店のダンです。今日はですね、デニムカーゴパンツのウエスト詰めと出しについてお話ししていきたいと思います。デニムこんな感じです。通常のスラックスと違いまして、後ろがこういう風になってまして、縫い代がありません。詰める場合にこのベルトループを一度外して、で切り込みを入れてこの線を使って詰めていきますっていうのはまあ通常のやり方ですけれども、うちの方では両側で詰めるようなことをどちらかというとお勧めしています。両側で詰めるメリットって言いますと、お尻の膨らみとか丸みっていうところまで考えて詰めることができます。あと詰める量が少ない場合にはこれぐらいの距離の中で両側で詰めますので、あまり外から見た時に影響が出にくいというふうになると思います。ただ5センチ以上ぐらい詰めていく場合ですね、どうしてもヒップ周りとかも詰めていくことになりますので、このリベットを外なきゃいけないです。リベットを外してこのぐらいの距離で詰めていくんですけれども、うちにはリベットを何種類か持ってますので、そのリベットを付け直すっていうことをすればですね、ある程度綺麗な形で詰めることは可能だと思います。あともう一つ、飛び道具のウエストの詰め方なんですけれども、最近流行ってるゴムですね、ゴムが入ってるようなものにしてしまうっていうのはどうかなっていうふうに思ってます。内側にゴムを入れて、この辺ちょっとくしゃくしゃくしゃっとなりますけれども、ぴったり履くようなデニムでなければですね、少しリラックス感もあって履きやすいデニムになりますので、ゴムを張るような詰め方もいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。それと逆にウエスト出しです。普通のパンツみたいにほとんど縫い代が入ってません。縫い代が入ってないのでほとんど出すことはできないんですけれども、多少このインベルっていうんですけど、このインベルの下の方に少し余裕がありますので、多少ですね引っ張り気味につけるとか、股上を少し下げながらつけると、まあ 1、2 センチぐらいはそんなに無理がなく出せると思います。まあどうしてもですね、たくさんのウエスト、例えば3センチ以上ウエストを出したいっていうことであればですね、実際やったものがありますんで見てください。これちなみに 2.5 センチずつ左右で出してますけれども、このように身寄りの布をここに剥ぎ足して出します。そうするとこのデニムっていうのは基本的に5センチウエストが大きくなってるんですね。ここで出した分、この帯っていうのが当然男からも出ませんので、このようなパッチの下で裏から見るとこうなんですけども、こういうふうに同じような生地を使って裏側に足して、で表からは継ぎ目が全然見えないっていう状態にしてます。そうすることによってですね、ウエストはある程度2サイズぐらいは大きくできるんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それではまた。